はい、こんにちは。今日は2021年大分大学医学部の問題です。問題はこちらです。三角形 ABC において各 CAB の二等分線に BC から垂線を引き、その交点を H、H' とすると。AB ベクトルを B ベクトル、AC ベクトルを C ベクトルとすると。で、括弧1は BH ベクトル足す CH' ベクトルを B ベクトル、C ベクトルで表せ。括弧2は BH ベクトル足す CH' ベクトルイコール0ベクトルであるとき、三角形 ABC はどんな三角形かといった問題ですね。まずはこれ状況を確認すると、まあ、適当な三角形がこう、ABC がありますよと。で、これ垂直二等分線じゃなくて角の二等分線ですね。これ引きますよと。で、これに垂線をこう引きますよと。で、そうすると、ここが H で、ここを H' としますよってことですね。で、これ B ベクトルとして、こっちを C ベクトルとしますよと。この時、このベクトルとこのベクトル足したものを、これとこれで表せと。つまり、じゃあまず BH ベクトルから出していくと、BH ベクトルっていうのは、AH ベクトル引く AB ベクトルですね。つまり B ベクトルですよと。つまり、だから AH ベクトルが出れば、BH ベクトルが出ますよっていうことですね。ということで、まずは AH ベクトルから出していきましょうと。AH ベクトルはっていうと、これ B ベクトル、C ベクトルで表したいので、これを大きさ1にしましょうか。この長さっていうのは等しいとは限らないので、この大きさを1にしましょうと。つまり単位ベクトルにしましょうと。これを大きさで、自分の自身の大きさで割ってあげれば大きさ1になりますね。この B ベクトルを自分の大きさで割りましょう。例えば大きさ5であれば、大きさ5で、自分自身の大きさ5で割ってあげれば大きさ1になりますね。大きさ1でこのベクトルになりますよと。で、こっち側も同様に C ベクトルを自分自身のこの C ベクトルの大きさで割ってあげれば、この単位ベクトルが出ますよと。大きさ1になりますよ。で、両方大きさ等しくしてあげれば、これ足すこれをすると、ちょうど、今ここ角の二等分線ですから、これひし形になりますよね。ということで、このベクトルが出ますよと。これ足すこれっていうのはこのベクトルになりますよと。じゃあ、ここの点を P とでもしてあげて、この P ベクトルっていうのを出しましょうか。で、まず P ベクトルはっていうと、このベクトルはこれ足すこれですから、B の大きさ分の B ベクトル足す C の大きさ分の C ベクトルですよと。ということで、このベクトルが B ベクトル、C ベクトルを使って表すことができましたよと。で、これの実数倍ってことですね。今、AH ベクトルを求めたいんですが、これっていうのはこれの実数倍ですよ。じゃあ、K 倍の P ベクトルみたいな形で書けますよと。あと、この K を求めたいよということですね。で、これはっていうと、正斜 A ベクトルですね。AB ベクトルと AH ベクトルの関係は、これ正斜 A ベクトルなんです。ここに垂線を下ろしているので、つまりどういう状況かっていうと、A があって、ここに B があって、こうあって、ここに垂線を下ろして、ここは H ってことですね。A、B、H。この関係ですよと。で、ここに P ベクトルっていうのがこうあって、でこれが P ベクトルですね。P ベクトル。このベクトル。で、この AH ベクトルっていうのを出したいよということですね。これは、じゃあ今ここ B ベクトルで、これどういうふうに考えるかっていうと、これの大きさ1になるものをまた作りましょうと。つまり P ベクトルを自分自身の P ベクトルの大きさで割ってあげれば、この大きさ1になりますよ。このベクトルを大きさ1にしましたよと。で、そして、あとは、この長さ分だけかけてあげれば OK。つまり、この長さ分だけかけますよと。AH の長さ。そうすると AH ベクトルが出ますよってことですね。今出したいのはこのベクトルだと。AH ベクトルを出したいんですけども、AH ベクトルっていうのは、大きさ1にしたこれに、この長さをかけてあげる。この長さっていくつかっていうと、じゃあここ θ とすると、これの大きさのコサイン θ ですね。つまり、P の大きさ分の P ベクトル。これにこの大きさ、つまり B の大きさコサインシータをかけますよと。これをかければ OK ということになります。これが AH ベクトルですよと。で、これ今シータっていうのは勝手に置いた文字ですから、これを消したいので、これに分母分子に P の大きさっていうのをかけましょうと。つまり、こっちに P の大きさをかけます。こっちにも P の大きさをかけますよと。そうすると、ここの部分っていうのは B と P の内積ですよね。ベクトルの内積ですよと。これがこう表せますよ。つまり AH ベクトルっていうのは P の大きさの2乗分の B ベクトルと P ベクトルの内積かける P ベクトルですよというふうに表すことができます。これっていうのは実数ですよね。これ大きさですから実数。これ内積ですので実数ですよと。ということでこれは実数ですよと。だからこれがこの K に当たる数だということです。ということでこの AH ベクトルっていうのは K がこの値だということがわかりましたよと。ということでこの正斜 A ベクトルの考え使うと P の大きさの2乗分の
B×P の P ベクトルと。こういうふうに表すことができますよと。で、今 P っていうのはこれですから、これで計算していきましょうということですね。では、まずこの B ベクトルと P ベクトルのこの内積を取りましょうと。P ベクトル今これですから、これに B ベクトルをかけますよと。そうすると、これはっていうと、これに B ベクトルかけるので、B ベクトルの大きさ分の B ベクトルの大きさの2乗になりますね。足す、これに B ベクトルかけるので、C ベクトルの大きさ分の B ベクトルと C ベクトルの内積というふうになりますよと。つまりこれは1個割れまして、B ベクトルの大きさになりますよと。こうなりますよね。これが、この分子ですよと。で、分母は P の大きさの2乗ですから、これの計算すると、これの大きさの2乗、つまり、これの大きさの2乗足す、これの大きさの2乗足す、これかけこれの2倍ですよってことですね。で、これの大きさ2乗っていうのは、これ大きさ1なわけですね。自分自身の大きさで割ってるから大きさ1ですよと。これの大きさっていうのは1ですから1。で、これの大きさも2乗も1ですよと。ですので、1足す1足す、ですので2ですね。2足す2倍のこれかけるこれですよと。つまり、2倍のこれかけるこれは B の大きさ C の大きさ分のこれかけこれですね。B と C の内積と。こういうふうになります。これ2でくくると、2括弧1足すこれですね。こうなるよと。こうなります。でこれが分母。これ分のこれってことですね。そうすると、今これは、同じような形にしたいの。B ベクトルの大きさっていうのを、これを外に出すと、これが消えますよと。で、こっち側は、B ベクトルの大きさっていうのが、出てきますよね。こうなりますよと。今これを外に出すとこうなりますよと。ということはこれとこれって等しいですよね。ですのでこれ分のこれっていうのはここがバッサリ消えて、これ分の1ですからこれの逆数になりますよと。つまり2分の B の大きさになりますよ。ここがですね。そうするとここは2分の B の大きさの P ベクトル。P ベクトル今これですからこれに戻してあげると、B の大きさ分の B ベクトル足す C の大きさ分の C ベクトルですね。こうなると。これが AH ベクトル。で、これマイナス B ベクトルしたのが BH ベクトルですから、BH ベクトルっていうのは、これこうかけて2分の B ベクトル、マイナス B ベクトルですから、マイナス2分の B ベクトル。からこれとこれかけると、プラスの 2C ベクトル分の B ベクトルの C ベクトルと。こうなりますね。これが BH ベクトルですよと。これが出ましたよと。じゃ同様に CH ダッシュベクトルも出すんですが、これは対称性から B と C 入れ替えてあげれば OK ですね。この B と C を入れ替えれば出ますよと。つまり、マイナス2分のここ C ベクトル、足す2倍の B ベクトルの大きさ分の C ベクトルの大きさの B ベクトルと。こういう形になります。で、これ足すこれを表せってことですから、これを足しましょうと。そうすると、これ足すこれがどうなるかっていうと、これ通分すると、2倍の B ベクトルの大きさ分の、C ベクトルの大きさマイナス B ベクトルの大きさですね。の B ベクトルになりますよと。これとこれを通分するとこうなるよと。で、同様にこれとこれ通分すると、まあ、これマイナスにしましょうか。マイナスの2倍の C ベクトルの大きさ分の C ベクトルの大きさマイナス B ベクトルの大きさの C ベクトルですよと。で、そうするとこれ、ここの部分が共通しているので、これくくり出すと、2分の、C ベクトルの大きさ引く B ベクトルの大きさ。で、これ外に出しましょうか。そうするとこれかける、B ベクトルの大きさ分の B ベクトル引く C ベクトルの大きさ分の C ベクトルと。こういう形になりますね。ということで、今これが求める答えということになりますね。これが括弧1の答えということになります。で、じゃあ括弧2なんですが、これが0ベクトルであるときということですね。これイコール0ベクトルになるとき。これはこれが0またはこれが0ということですね。あ、ここですね。これが0またはこれが0ですから、これが0になるときっていうのは B ベクトルと C ベクトルが等しくなるとき、大きさが。これが大きさが等しくなるときってことは、これイコールこれですから二等辺三角形ですね。これのときっていうのは、これは二等辺三角形。AB イコール AC の二等辺三角形になりますねと。これはいいですよね。で、今度はこっちが等しいとき。これは大きさ1にしたものですから、この大きさとこの大きさ。このベクトルですね。このベクトル、このベクトルが等しくなるとき。これが完全に一致するよってことは、同じ方向を向いてるよと。平行になるときですから、そもそもここの角が、出てきませんよね。これが完全に等しくなるときってことは、これ三角形にならないよということになっちゃうので、これは不適だと。
ベクトルの大きさ分の B ベクトルイコール C ベクトルの大きさ分の C ベクトルの時は三角形にならないので不適ということで、求める答えはどんな三角形かということなんで、これはこの二等辺三角形ということになり、これでおしまいです。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。